えー、こんにちは、岩田です。えー、昼起の時間となりました、えー。今日はですね、今ですね、2月14日の12時、えー、12時20分ぐらいですね,ね、なんですけれども、ちょっとですね、今、実は上京しておりまして、で、あのー、 ライブでですね、なんか配信する、あの、電波の状況が悪くてですね、ちょっとライブで配信できないので、プレミア公開にさせていただきたいと思います。ですからもうちょっとね、時間経ってから皆さんとお会いすることになるんじゃないかなというふうに思います。 いやーもうね、今回もね、なかなかあのハードなスケジュールでございましたけれども、まあ、こうやって皆さんとお会いできて、えーえー、嬉しく思っております。本当にどうもありがとうございます。チャンネル登録されてない方がいらっしゃったらですね、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。いいねボタンもよろしくお願いします。いいね。えー、今日はですね、ちょっと軽い話題でいってみたいと思いますけれども、えー、っとね、ちょっと私はね、これ、白川さん であの私の,あの仲のいいですねあのジャーナリストの白川先生のツイッターかなで見たんですけれどもあフェイスブックで見たんだで,ですけれども私全く知らなかったんですけどねこの皆さんご存知ですかセクシー女優深田栄美という方がいるとでもねセクシー女優って一体何のことなんだろうと思ったら AV 女優ってアダルトビデオのねあのなんか女優の方らしいんですけれどもね のツイートがですね、今、あの、なんか大問題になってるということで、で、ちょっとね、これ面白いのでえ、皆さんと一緒にですね、考えてみたいと思います。人気セクシー女優、えこれね、日刊スポーツの記事ちょっと読んでみますね。セクシー女優、深田恵美、男がおごるべきツイートを削除し、謝罪動画アップ。SNS では賛否という記事なんですけれども、え人気セクシー女優の深田恵美が、 13日、自身のツイッターを更新。12日に投稿したデート代は男性が払ってお意味するツイートは賛否を巻き起こしている件で YouTube 上で謝罪したということなんですね。ツイッターで書いただけでですね、謝罪するという、なかなかすごいですよね。で、男がおごるべきだというツイートについてと題し、約5分の動画内で経緯を説明した。黒のノースリーブ姿で頭を下げた。 ツイートの件で世間を騒がしてしまい。まあ世間を騒がしてるのはですね、あの別にそのなにセクシー女優だけじゃなくてですね、国際政治学者も世間を騒がせてますね。別に誰とは言いませんけどね。えー、えー、コンカフェで、コンカフェって何ですかねよくわかりません。で、ちょっと酔っ払ってしまって、その酔っ払いのテンションでツイートしてしまいました。そのツイッターに関して全部男性が払うべきって言ったわけではなく、 本当に男性からそういうふうにしてもらうことに感謝していて、ありがたい気持ちはあります。と説明。続けて、自分は女の子とコンカフェで話していた感じで、男性が女性になんで全部支払わないといけないのっていう言葉を言ったりすることにいい気持ちがしなくて、ノリでツイートしてしまいました。酔っ払っている時にはツイートするものじゃない。と謝罪え。投稿3分後にツイートを削除したにもかかわらず。 拡散されたことに驚きを隠せず困惑していた動画の最後はスタッフが聴診器で深田の胸の鼓動を聞いて終わったどういうことですか、ね、胸の鼓動を聞くってどうど,うどういうことなんですかね聴診器で聞くということらしいですけど12日にはな,なんでツイッターで書いたかというとデート代なんで男は払わなくちゃいけないのって言葉女性はそのデートのために準備して洋服メイク 美容代も入ってると思う。全部安くない。リップだってブランドなら4000はする。可愛いって言ってほしくて、そのためにすごく早起きして準備してる。それを考えた上で女性に出してあげてほしいって思う。とツイートしていたが、当該ツイートは削除した。ツイッター上では、いや別に腹を払わないはその人の気持ちでいいってことで、特に気にはしていません。エイミちゃんにはおごるべき。まあそれは当たり前とお互いに思うか思わないか。二人の関係性によるでしょ。 えいみさんの意見だっていちいち噛みつくようなことじゃないでしょなどのコメントを寄せられていた。深田はツイッターフォロワー335万人誇るセクシー女優。335万人。私ツイッターやってますけど、えー、6万人しかいません。すみません。と足元にも及ばないというのはこういうことを言うんですね。でもね、これどうですか皆さん考えてみてね。えー、もう一回ね、ツイッターの内容を読んでみると。で、えー デート代なんで男が払わなくちゃっていけないって言葉女性はそのデートのために準備して洋服メイク美容代も入ってると思う全部安くないリップだってブランドなら4000はする可愛いって言ってほしくてそのためにずっとすごく早起きして準備してるそれを考えた上で女性に出してあげてほしいって思う大体ね私思いますけれどもね私は男らしさとか女らしさってあっていいと思ってるんですね。 で、男らしさ、男らしくあるべきだと。男は男らしくあるべきだと私は思ってます。で、その上で申し上げるとですね、大体ね、デート代なんで男が払わなくちゃいけないのなんて言ってる男はね、ダサいですよ。あの、まあ、はっきり申し上げてですね、うん、気持ち悪い。あの、男が出せばいいんです。そんなもの。デート代は男が出せ。で、 でその出すと、出すと時もね、出してやったとかね、出さなきゃいけないとかね、そういうね、野暮なこと言ってんじゃないよというふうに思いますね。さっと出すべきですよ、そんなものは。さっとね、もう、ふわっと出しておくべきですよ。で、こんなことをね、言ってるね、なんで男が払わなくちゃいけないのなんて言ってる男はね、まあ、ろくな男じゃないと僕は思いますね。でね、女性はね、それでね、なんか得したなと思ってるのか、ね、よくわかりませんけれども、 そういういもんですよで別にそれはねあの何にも私は悪いと思わないあの男が払えばいいというふうに思いますだからそのために男は稼げというふうに思いますよだからだってねデート代もこれねまあいろんなケース考えられるから一概には言えないですよあの例えばねもう女性からね無理くりにね誘われて もう行きたくもないようなね、ところに行かされてね。で、それでね、なんか自分が払全部払うってのはおかしいじゃないかとかね。まあ、それはそうかなと思うけど、私はそういうシチュエーションがないから、わからないけど。でもね、まあ、デートだって言ってるんだから、それはね、やっぱり男が払っていいんじゃないですかね。でね、そんなところまでね、男女平等とかね、なんか言ってるっていうやつはね、そもそも僕が思うにですよ。 絶対モテないと思う。あの、そんなね、無茶苦茶なこと言ってるやつは。だいたいあの、男の風紙にも置けないと思いますよ、そんな。なんでデート代は男が払わなくちゃいけないのとまあ、振られた後でね、ちょっとね、ムカついたとかっていうなら、まあ、わからなくもない。だけど、これはね、そら、わかりませんよ。その、関係性がわからない。女が大富豪だったら、またそれはまた違うのかもしれないけれども、一般的に考えてですね、 デート代をどこが出していいんじゃないかと思いますよじゃあここは終わり勘でとか言ったらもうなんかダサいでしょだいたい割り勘とかって言ってること自体がなんかすごいダサい感じしますよね私ね思うんですけどねあの私はねだから、えー ゼミ生徒ことね行った時、えー、にはですね大学のね教え子ですけど、えー、行った時には自分で払うようにしてますけどでそれはね何でかって言ったらですねやっぱり自分の師匠に思ってもらったんですよ。でそれは井尻先生っていう先生で井尻和夫先生というと保修のねあの本当にスターでしたけれども私の恩師です。でこの先生がですねあの思ってくれいつも思ってくれてたんですけど。 でいやもういつもすすいいませんととうううふうに言うとですねいやいやいいんだよ岩田君と。これはな下に返せと。下に返せというふうに言うんですね。要するに俺に返さなくていいと。だからそれはその時は先生がもうお金持ってて僕は学生ですからお金持ってないと。だからお前が教員になったら学生に返してやれというふうに言われたんですね。だからそれも教えを忠実に守ってきたわけですけれども。で まあただ教員になるのがちょっと早すぎましてね、二十五ぐらいでなりましたからね、あのちょっとちょっとなんか払いすぎてんじゃないのと思う時ありますけど、まあ仕方ない。で、あのまあ先生にはね本当に可愛がっていただいてずっとねあのご指導していただいてねあ,のありがたいなというふうに思っていました。で、そんなある時ですね、あの伊地利先生を、えー、自分自身がやる講演会に。 ゲストとししてお招きしたんです先生に講演していただくわけじゃなかったんですけれども先生にゲストとして、えー、の一言ご挨拶をいただきたいというふうに思いましてねでご挨拶いただいた時にですね「あのこれ参加費だ」っていうふうにね先生から「会費を払う」というふうに言われまして「いやいや先生ちょっとやめてくださいよ」と「ああいやいやここはあの先生お招きしてむしろこちら支払わなくちゃいけない立場ですからいやいやこれは」っていうふうに 申し上げたらです、ね、先生の方がねやっぱりねこれやっぱりね一枚ねうもう本当に上だなというふうに思いました一、ね、枚も二枚も三枚も四枚もなんですけど上だなと思いましたねそれ何と言われたかと言ったらですね「うん」「岩田くんな」っていうふうにいつもそういうダンディなんですよ虹先生って。 少しはかっこつ,いい、ね、つけさせてくれって言われたらですねかっこつけないでいいですとは言えないというふうに思いましてありがとうございますというふうに、ね、あの回避いただきましたけれどもかっこつけさせてくれよとだからね男でねもしこれは僕やったことないけど男でもしデ,デートの、ね、代金をねなんか女の子の方が その割り勘にしようというふうに言ってきた時があったとするじゃないですか。その時に男がですね、うん、まあ、いじ先生ほどね、なんかあのいい声では言えないけど、うん、まあ、ここはな、かっこつけさせてくれよとか言ったら、やっぱかっこいいと思いますよ、僕は。でも、やっぱ、あ、立派な、もしかしたらもうそれ1回でデート終わってるところがですね、2回目、3回目につながるかもしれないじゃないですか。だからね、僕はね、本当にね、そんなね、 ケチるぐらいだったら、その男はですよ、お金をね、ケチるぐらいだったら、デートなんか行くんじゃないっていうふうに思うんですね。だってデートな行かなくてもいいじゃないですか、別に、そんなの。うん、だって、わ、じゃあここは、終わりかねえとかなんか言いながらですね、デート行くなんて、もうね、もうなんか、めめしくて、めめしくて、めめしくて、辛いよーっていう感じがしますね、私から見てると。それはもう本当にダメでしょ。 そんなことやっちゃうだからね僕はこのねあの深田さんが言ってることっていうのはそのね別にね男がお金払う時にね、えー、洋服メイク美容代とかね男もあるやんとメイクはしないけど。 え、洋服とかね。まあ一応ね、デート行くんだったらまあいい服着てこうかなと思うんじゃないですかね。まあ美容もね、ちょっと髪着てこうかなとかね、パンも当ててこうとかね、思うかもしれない。だったらね、まあそれは男も女も同じでしょと思う。で、いいんですよ。そこは。自分がその相手に対してどういうふうにやるかっていうのは、それはそれでいいんだけど。だけど、払うのは男が払えばいいんですよ、それは。さっと。まあ別にね、これ、 だから男は偉いとか女は偉くないとかそういう問題じゃないですよ全然だけど男はパッと払った方が僕はいいと思う自分が男だから思うんですよね多分払わないなんて嫌だと思います僕は僕はね基本的にあの目上の方とかあの違いますよ、えー、だけどあのあんまりね思ってもらうよりおごる方が好きですよあの あのな,なんか,あなんかあすいませんというふうになるようにねあのおごる方が好きですね。あウィルの山根編集長にはおごってもらってますね。そういえば <laughs> ありがとうございます。<laughs> だけどあの基本的にはですねおごる方が好きかなというふうに思います。だからねどうなんですかねまあこれ、まあ、世代の差とかもあるかもしれないけれども。 僕があのこ,れこれね見てこのツイッターの騒動を見て男がですね「あそっかインドバリカンで」とかっていうふうに思うならまあ僕が思うにはやっぱり男がこれは払うとサッと支払っておくというのはというか別にそっちの方がかっこいいでしょっていうふうに思うんですよね。そんな ね、例えばじゃあデートでいくらぐらいするのか知りませんけれどもじゃあなんかディナーを食べて2万円しましたと言った時に「1万円ちょうだい ?1 万円ちょうだいえアリりンだから1万円ちょうだい?」とかってやるよりもさっとね自分で払っておいて「あれ支払いは?」っていうふうに言われた時に「まあね」とかいう感じでやった方がかっこいいと僕は思うんですよね。だから かっこよさを追求するんなら、別に、その、なんていうのかな、あの、美容とかね、メイクとかね、しなくていいから、男は、そういうところでパッとやっとけばいいんじゃないかな。で、これ、や暮なこと言っちゃダメですよ。あの、俺が払ってやってんだよ、あーとかなんかいうふうにやったら、もう、もう一番や暮ですよ、これは。 俺が払ってんの俺がとかなんかやりづらいなこいつは最低、えー、というふうに思いますよね。だから全然ね僕はねこの女性の削除する必要もな全くないと思うだからこの、あのー、深田さんが言ってることはそのね理屈はねちょっと違うかもしれない洋服メイク美容代も入ってるから男が払うべきだっていう僕は,そう,は思っそう思って払ったことはないですね。ですごく早起きしてる準備してる。 ええ言うけどまあそりゃ準備は男もするでしょういろいろねでも女性に出してあげてほしいって思うまあこれね女性から言っちゃったから問題なのかもしれないねだからでも男が払ってる分には問題ないですだから男はそうあるべきだというふうに私は思います割り勘するぐらいだったらデート行くなというふうに本気で思いますけどね皆さんど,どうですかだってててこれ普通に考えてみてね あのどうなんだろうまあ所得がね本当に圧倒的に女性の方が高いとか,だから女性がね例えば年収2億円で男性の方が年収200万円だとは言ったらちょっと違ってくるかもしれないけれども一般的に考えてみたら大体同じぐらいでしょで同じぐらいだというふうに思ったならば男は出しとくべきだというふうに私は思いますね。 まあ私よりも妻の方がお金持ちだったけど私の方出してたような気がしますねなんかだからこんな貧しいのかなわ <laughs> かりませんけれどもただから貯金ができないのはあの大体ほとんどあの8割9割は妻の責任だというふうに私は思ってるんですけれどもねまあむしられてむしられてむしられてつらいよっていうふうになるけどでも。 めめしくて辛いよりよりいいなというふうに思いますね。僕は全国、日本国民の皆様にお訴え申し上げたいのは、デートに行くときは男が支払えというふうに思います。女に支払わせたらダメだと。しかもそれ支払っていることもさりげなく、さりげなくやることが大事だというふうに思いますね。さっとこう、もうなんか、月光仮面みたいにやるべきです。あの、 なんだっけ風のように現れて、風のように去っていくという。月光仮面のおじさんは正義の味方よ、良い人よ、みたいな。早手のように現れて、早手のようにだったかな。去っていく。月光仮面は誰でしょう、みたいな感じで、さっとやると。やっぱりあれがいいんじゃないかな、というに思いますね。ちなみにね、月光仮面の歌のポイントはどこかというとですね、 これやっぱり昭和と、えーえー、平成令和とねどんどん変わってきてるなというふうに思うんですけれどもやっぱりねここのねポイントはねヒーローがおじさんだってところですよ。月月光光仮仮面面はおお兄ささんんんんじじゃなないでですすのおじさんがスターなんですよあの時代はね。 だからやっぱりねどん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 若い方にねこうなんか注目を集めていくわけですねだか,ら、えー、だから今アイドルとかもどん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 若いのになっていくでしょ。これね私はね高齢化時代の少子高齢化時代にねあの誠にねばかげたことだというふうに思ってるんですよね。でやっぱりねかっこいいおじさんとかかっこいいおじいさんかっこいいおばあさんとかねこういうのがねやっぱ輝くような あのドラマとかね、そういうのを作っていくべきだというウ風に思うんですね。なんかかっこいいのはいつもね、あのなんか若い子っていうこの発想はね、なんかあのだからね、なんかお年寄りになってもね、なんか若くなきゃ若くなきゃみたいな風に思ってるけど、そうじゃないんですよね。やっぱ年齢に応じたあのそのかっこよさがあっていいんですよ。だからかっこいいおじいさん、かっこいいおばあさんがいてんじゃいいんです。可愛いおばあさんあいていいんですよ。 だそういうものをねやっぱりこうきちんとこうやっていくようなねあの時代にならなくちゃいけないというふうに私は思います、えー、なんかツイッターから外れちゃいましたけどでももう一度言いますよデートの時は男が金を払うべきだしかもさらっとさりげなく月光仮面のように払うべきだという結論です皆さんちょっと今日いつもと違いましたね <laughs> 岩田つちチャンネル是非ご登録のほどよろしくお願い申し上げます メンバーシップもですね、あ松浦先生との、えー、対談の、あの、ちょっと、あの、ちょっと、閑切な部分、えー、は、あの、メンバーシップ限定で、えー、公開しますので、えー、ぜひご覧いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。えー、今日もですね、えー、もう、私もあれ、今、今からあれ、プレミアなので見ますからね、ちゃんと、あの、えー、皆さんと一緒に見たいと思います。今日もよくできた話だったなと、我ながら感心しております。よくできた岩立、よくできたありがとうございますありがとう <laughs>